コミュニティの共感とイベントの社会的影響。ナンバー、アイのゴートホリデーティザー。ナンバー、アイのゴートホリデーティザーが、見る者の心をわしづかみにする感動的な瞬間で満ちていました。キシ君、ショウ君、そして紫輝くんが、高品質のジュースとフルーツに興奮し、親しみやすい姿勢でイベントを盛り上げてくれました。その一方で、彼らの行動はコミュニティとの深い結びつきと、 イベントが社会に与える営業に焦点を当てます。3人のアーティストはまさに神々しく、スーパースターのオーラをまとっていますが、同時に親近感を感じさせます。コミュニティの一員として、彼らは身近に感じられ、親しみやすい存在となっています。この親近感は、ファンにとっては特別な喜びであり、それぞれの素顔や日常の一幕に心を打たれることでしょう。岸くん。 翔くん、紫輝くんの一番の魅力は、ただのアーティストではなく、仲間として感じさせてくれることです。彼らは単なるスーパースターではなく、親戚や友人のような存在として、ファンたちの心を掴んでいます。イベントでは、アーティストたちの心遣いやマナーも感じられました。例えば、紫輝くんが疲れていることを察して、座っててねと声をかけるシーンには感動が広がりました。 彼らは単なるステージ上の存在だけでなく、リアルな人間としてコミュニケーションをとり、ファンたちとの絆を深めています。イベント全体を通して、岸くん、翔くん、紫輝くんの個性が輝き、多様性と豊かさが現れていました。岸くんの興奮した様子や翔くんの無邪気な喜びは、単なるパフォーマンス以上に、彼らの人間性を引き立てています。さらに、ジュースや一望を提供してくれた。 スプリームフルートショップのスタッフへの感謝の言葉も忘れてはなりません。彼らの愛情あるサービスが、イベントに参加したファンたちに幸せなひとときを提供しました。これからも、ナンバー、愛の活動やイベントがコミュニティに与えるポジティブな影響を期待しています。彼らの芸術性だけでなく、人間性やコミュニケーションの大切さが、ファンたちにより深い感動をもたらすことでしょう。3月6日の次なるイベントも、 ますます多くのファンを魅了することでしょう。実際、私は彼らのこのビデオを見たとき、何時間もスマートフォンを手に持っていました。意味不明だけど本当に愛おしい言葉に手に持って何度も笑いました。確かに、私は彼らをとても愛したことに後悔していません。私の一日は彼らと一緒に過ごします。そんな人生でも私は幸せだと感じるのに十分だ。それは素晴らしいですね。 そのビデオがあなたにとって特別な意味を持ち、喜びを感じさせるものになったようですね。笑いと愛おしい言葉が人生を明るくし、幸せな瞬間を提供してくれることは本当に素晴らしいことです。その感動や幸福を感じながら、毎日を大切に過ごすことができるといいですね。